ビデオ付けの私ですが郵便番号からお願いします。はい、初めてのお客様にちょっとアンケートにご協力いただいてるんですけども、はい、私どものお店は何でお知りになられたんですか？あ、いつもここ通るんで。あ、もうお店自体をご存知だったということですね。はい、ありがとうございます。七の仕組みは、あの、あれですね、そう、はよく分かってらっしゃいませんよね。初めてですよね。あ、いや、あ、それは分かってあります。すね、あ、じゃあ、ざっくり、あの、説明させていただきます。はい。これで、カズキ読みにするんですか？そうですね。なかなか、ちょっとあれですね。すぐにパッと読んでもらえないでしょ。読んでもらえないです。うん、でしょうね。うん、なるほどね。あの、地名とね、人の名前やっぱもうそれぞれあれですもんね。はい。誰がつけたとか、あの、自分の名前は誰がつけたとか分かってあるんですか？あ、なんか占い師。いや、なかなか凝った名前よね。うんうんうん。でも私も、あの、あれつけるときに、あの、親が画数とかなんかは気にしたらしいですから。はい、うん、やっぱね、みんなね、少しでも良かことと思ってね、はい、ね、やっぱつけてくれるんですよね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと整えますね。はい、ちょっとこれ後から説明しますので。はい、ですね。ってるってことかな。えっとですね、はい、あの、うん、下のですね。あ、これね。はい、あ、わかります。そっかそっかそっか。全然変更も何もこれね。オッケーオッケー。はい。取らせていただきますね。もうしばらくお待ちくださいね。
大事なも先にお返しできます。はい、はい、じゃあですね、これがあの七札というものになります。で、今日から3ヶ月後の8月の16日が流出期限になります、はい、で、あの1ヶ月分が2400円になりますので、はい、あの日にちから日にちで計算しますので6月の13日までが1ヶ月分で3万2400円で、あの、まあ、例えば仮に明日取りに来られてももう1ヶ月単位なので、3万、はい、なので13同じ日まで出しに来られた方が一番お得ということになります。で、あの期限が来そうになってちょっといろいろね、あの、まあ、懐具合があれでちょっと出しにくいなという場合は、はい、1ヶ月分入れていただければ、あのこの6月の13日までをいただいたということで期限が9月の16日に、13日に延びます、はい、っていうの形で、あ、これですね、なんで16になってるかっていうと本当は13なんですけど、はい、あのお盆休み13、14、15って休むもんですから、はい、それであの要するにこういうふうにちょっとこう、まあ、あの休みの翌日まではあれということでこんなふうになってます、はい、なのでこれ日にちがずれてるのはうちの休みの関係でこんなふうになってます、はいはい、ということで6月の13日に2400円持ってきていただいて、別に例えば元金に1万円なら1万円って入れていただくと、はい、2万円で預かり直しになりますので今度は折り損が安くなっていきます。こういった形で分割返済もできますので、はい、ご自由にあの自分の懐具合で自由に使ってください、はい、なのでこの期限がうちから全く連絡がいきませんので、その期限に関してはお客様の自己管理でお願いします、はいはい、ということで、質量に対してあの3万円までが 8% を超える部分に対して 5% で、はい、もっと金額が張るとあの 2% とか 3% とか利息が安くなっていきます、はいはい、ということで、質量の方法、あの計算は日にちから日にちの計算をします、はい、期限は3ヶ月過ぎると七流れ日になります、はい、で物的有限責任というのはちょっと今災害が結構多いもんですから、自然災害でなんとかでもここがもう、はい、あの要はもう住んでない人が住んでないような状態になっている場合は、すいません、もう3万円でお渡しして品物、これと同じ品物をお返しするということはできませんということで、あくまでも資源さ、あの自然災害時は有限責任という形になっております、はい、で、あの期限の、折り損の入れていただくことで期限を延長することができます。で、返済方法は1000円単位から内金もできますのでご自由にお使いくださいませ、はい、で、質屋営業法に基づく営業させていただいておりますので、いわゆる無担保で有する貸金業とは全く別の質屋に法律、あ、質屋に課せられた法律をあの遵守させていただいております、はい、で、今日もコピーなどあのいろいろいただきましたけども、これ無断で第三者に渡すこと一切ございません、はい、ただ警察の許可を得て仕事をしてますので、あのいわゆる警察が何かしらの捜査で閲覧に来られることがあります、はい、で、この時に誰を見せるとか見せないとか全くあのこちらの方にはあのそういうあのことができませんので、一応そういったあの捜査協力をしているということだけご了承お願いいたします、はいはい、ということで今日のこのご説明でご納得いただけましたらご署名いただけますでしょうか。はい、で、すいません、ですね、左手の人差し指で、すいません、こちらとこちらにいいですか、ペタッと押していただいて、ここに、はい、それとあともう一つこちらにお願いします、はい、はい、すいません、ありがとうございます。これはあれです、業者じゃなくて個人ですっていう意味 の書類にもなりますので、はい、ティッシュ捨てておきますよ、はい、はい、じゃあ今ですね、あの説明しました全く同じ写しですけど、これこの書類自体が重要ではありませんので、あのこれはなくされても別に構いません、はいはい、でさっきお渡しした七札の方が大事なものになりますので、はい、はい、こちらですね、はい、はい、朝10時から夜の7時まで営業させていただいております、はい、でお休みが、お正月の 1,2,3 とゴールデンウィークの 3,4,5 と、はい、8月の 13,14,15 お休みさせていただいております、はい、で例えば台風が近づいててもうちょっととてもこれは開けててあのとかあの通勤の、ね、途中とかがこうやっぱ人がちょっとすごい、あのこの頃はほらもうあの激しいでしょ、うん、なのでそういった形でもあの JR が止まってるとかなんかを基準に一応考えてますので、はい、そういう時には臨時休業してる時があります。わかりました、はい、なのでまあそういらっしゃる時はちょっとそういうなんか天候が悪い時はお電話いただければ、はい、あの午後から開けてますとかあのそういうのはあの連絡が取れると思いますので、はいはい、じゃあよろしくお願いしておきます、はい、ありがとうございます、はい、じゃあお預かりしておきます、はい、何かご不明な点はありませんか、うん、大丈夫ですか、はい、大丈夫です、はい、じゃあお預かりしておきます、はい、ありがとうございます、はい。